こんにちは、しょうごです。ハロー、みさきなおだよ。ねえ、LINE スタンプが売れないとき売れない原因を分析しようって言ってたけど、その分析方法がいまいちわからないよ。売れないときの分析方法は様々です。そこで今回は LINE スタンプが売れないときの分析方法5選をお届けします。コツをつかめれば毎月売れる LINE スタンプも作れるようになるかもね。まず LINE スタンプが売れない時の分析方法一つ目は、イベントスタンプ販売の分析です。イベントスタンプって季節感があるスタンプとかのこと？そうです。夏休みに関したスタンプとかクリスマスやお正月に使えるスタンプなどが、主に対象になる LINE スタンプです。こういったスタンプはその時期になると売り上げは好調なものの時期がずれると、一気に売れなくなるという傾向があります。うん。じゃあ販売タイミングが大事なんだね。そうですね。個人的な体感ではその時期が来る約1ヶ月くらいから販売するのが吉です。そのイベントタイミングぴったりじゃダメなんだ。イベントの本番や1日前の販売ではすでに多くのクリエイターがイベントスタンプを販売しているので売上競争率が高くなります。またイベントスタンプはイベント当日よりもその1ヶ月前から本番3日前くらいが一番盛り上がりやすく売上も伸びやすいです。だから LINE 公式のスタンプ特集も結構前からお知らせしてるんだね。LINE スタンプ特集について詳しく知りたい人は、過去動画のよくあるスタンプ特集5選を概要欄のリンクからチェックしてね。二つ目の売れない時の分析方法は宣伝と販売タイミングを考えましょう。宣伝やリリースのタイミングって売上に何か影響あるのかな？私は曜日や時間帯によって売れるタイミングがあると思っています。もちろんスタンプの内容やユーザーの男女比や年齢層によって若干異なるものの、体感として平日の日中は売れにくいです。逆に金曜日の夕方から土日の夜は、スタンプ使用率の上昇とともに売り上げも伸びやすい傾向にあります。それってスマホを使ってる時間帯とかも何か関係ありそうだね。察しがいいですね。その通りです。特に LINE を含む SNS 全般は平日よりも夕方以降、そして休日に近い方が利用率が上がります。また LINE スタンプの宣伝方法は SNS を利用するのが主流です。なのでより多くの人に見られる時間帯に発信した方が売れる可能性があるでしょう。さすがなおちゃん、普段から切れ物で通ってるだけあるな。いや自分で言うんかい、ちょっと褒めるとこうなんだから、まったく。気を取り直して3つ目の LINE スタンプが売れない時の分析方法は、スタンプの中にシリーズ化できるキャラなどがいないか探してみましょう。シリーズ化って同じスタンプキャラで何種類か LINE スタンプを作るってこと？その通りです。シリーズ化することで複数のスタンプを同一人物が作ったと、ユーザーに分かってもらえます。その中の一人でもキャラを気に入ってもらえたら、売れない状況を脱出できるかもしれません。でもさ、すでにいろいろ LINE スタンプを作っていて売れてない時はどうしたらいいの？その場合はその中でも一番売れたものをシリーズ化するのがおすすめです。それも難しい場合は自分の中の自信作をシリーズ化してみてください。シリーズ化することで1種類しかなかった時よりスタンプの売り上げ、使用率のデータも溜まりやすいよ。それが次の LINE スタンプを作るアイディアのヒントになるかもね。続いて4つ目の売れない時の分析はスタンプの個数よりクオリティ重視で、作っているか見直してみましょう。たくさんスタンプ個数があれば売れるってことじゃないの？残念ながら LINE スタンプ作りはそんなに単純ではありません。いくら40個のスタンプを作り続けてもクオリティが低いと他のスタンプに埋もれます。またユーザーの中にはスタンプ個数が多いと探すのが面倒と思う人も一定数います。LINE スタンプをたくさん使いたい人にはいいけどそうじゃない人向けに作る場合は、数打てば当たる作戦じゃダメなんだね。ただここで勘違いしやすいのが高いクオリティイコールうまい、美麗な写真ではないことです。そういえば LINE スタンプには下手馬なんていうジャンルもあったね。その通りです。LINE スタンプのクオリティは見た目の美しさや可愛さというよりも、面白さや使いやすさ、共感しやすさを重視して買ったり使ってもらえます。と言ってもこれを実際に自分のスタンプに当てはめて作るのが難しいんですけどね。まだまだ修行が足らんのだよ、ワトソン君。シャーロック・ホームズか。
万が一何個作るか迷った時は過去動画の LINE スタンプ何個作ったら売れるのを概要欄のリンクからチェックしてみてね。ラスト5つ目の LINE スタンプが売れない時の分析方法は売れる要素を見つけましょう。現在様々な LINE スタンプがリリースされていますが、ヒットするスタンプはある一定の法則や特徴があったりします。その法則や特徴を見つけられると徐々に売り上げが伸びるかもしれません。いわゆる売れ線を見つけるってやつですな。王道の可愛い系スタンプやネタ要素に使える肝皮系スタンプとかいろいろあるよね。あとは丸くて白いスタンプがブームになった時もありました。白くて丸いキャラのラインスタンプは割と今も見かけるよ。割と根強い売れる要素なのかもね。これ以外にも人気のスタンプには売れる要素が隠れていますので、じっくり観察して自分のラインスタンプに取り入れてみてください。よし、ちゃちゃっとパクってヒットスタンプ作るぞ。パクってはいけません。あくまで参考にするだけにしましょう。はーい、もう少し詳しくラインスタンプが売れる要素について知りたい人は過去動画の売れやすいデザイン4選を概要欄から見てくれると嬉しいな。ねえ、これまででいろいろ分析方法は分かったけど何かこれぞって言える打開策ないの？5つの分析方法を試すのもラインスタンプの売り上げを伸ばす鍵ですが、やっぱり最終的には作ったスタンプの数と継続力がものを言います。それって結局40個のスタンプが必要で継続ってことは根性論じゃん。いえいえ、そうではありません。スタンプの数とはラインスタンプの種類のことです。そんなに何種類もスタンプのアイディアって出るかなあ。そのためにさっき言ったスタンプキャラをシリーズ化したらいいんだ。そういうことです。あとラインスタンプは思ってるよりも労力が必要の割には利益が上がりにくいです。なので途中で挫折する人も少なくありません。だからこそ継続できる人はスタンプの種類も増えますので徐々に利益が上がります。やっぱりそこは根性論なんだね。すみません、そこは否定しません。ただ私の知る限り芸能人や人気インフルエンサーじゃない一般人で LINE スタンプが売れてる人のほとんどがものすごい数のスタンプを販売しています。そういえば3桁以上のスタンプを販売してる人もいたね。継続は力なりって結構当たっているのかも。ラインスタンプが売れない時は売れない原因を分析しつつ、スタンプ作りを継続してみましょう。さて本日の解説は以上です。この動画のどこか一部でも参考になったり面白かったら、グッドボタンを押していってくれると嬉しいな。このチャンネルは毎週金曜日18時に、ラインスタンプ作成に関する解説以外にも、イラストメイキングなども行っています。ショート動画は不定期だけどね。何かご意見やご感想、指摘などがありましたら、コメントをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。よければ、評価、チャンネル登録よろしくお願いします。